だから現代文の読解のつまずきやすいポイント、これをね話していきたいと思ってます。これ英文読解でも話したことと結構密接な関係があるんで、英文読解の方もぜひね動画見てほしいと思います。では、ね、早速やっていきましょう。まあ、どんな問題集でもいいです。まあ、今回はこの中学総合的研究問題集国語読解という僕が一押ししている問題集、ね、この問題集は高校生の向けのものではないですね。中学生向けのものですが、これを一冊やるとマーチでも5割ぐらいは取れるし、日東コマセなら7割は取れるかなっていうぐらいの難しい問題集ですね。はい、中学生ながら難しい問題集ですが、この問題集を取り組むときに、僕はね再三ね回答の根拠は紙に書けというふうに言いました、ね、でつまずきやすい人っていうのはその回答の根拠を紙に書かないっていうところに集約されるんですが、これを本当に徹底してやってほしいんですね。つまりどれだけの時間がかかってもいいから、例えばこの問題を解いてね、傍線部1の適切なものを次のものか一つ選び、記号で答えよう。じゃあこれが例えば後だとしましょうね。後書くと、ね、でそれで終わりじゃない。でその根拠は何なのか、いやこれはそうだな、大事難楽のここの言葉に集約されてるんじゃないかと思えば、それをまず紙に書く、ね、大事難楽のこのなんとかという、言葉に集約されているかと、ね、こういうふうに自分が考えた根拠を必ず紙に書くっていうことをやってほしいし、これをやらない人が本当につまずくんですね。で一つねポイントをお伝えしたいのは、回答の根拠を書くときに時間は気にするな。もうどれだけかかっていい。あのね、この参考書はいかに早く終わらせるかが大事じゃない、いかに一問一問を回答の根拠を書いて突き詰めて考えていけるか、そして解説で自分の考えた根拠が、ね、まあ、こういうところに根拠がね書いてあったりします。こういうところに書いてありますから、これと根拠を突き詰めていく、これが一番大事。この参考書を速攻で終わらせても何の意味もない。もうね、答えを覚えるとか、もう愚の骨頂ですよ、ね。答えなんかどうでもいい。どうせなら回答の根拠を覚えろ。ね、回答の根拠を覚えるの価値がある。あ、こういうふうに考えるんだなっていうことがわかるから、ね。とにかく時間をかけて自分なりの根拠というのを書いていく。これが一番大事なポイント。いや、回答の根拠を書けばいいんでしょって言ってね、チュチュチュって書いてる人本当に多いんだよ、ね、そんな適当な回答の根拠を書くんだったらね、もう書いてないのと等しいですよ、ね、しっかり自分なりになぜこの答えにすべきなのかっていうこの回答根拠を書きなさいと。 できればじゃあ今回青を答えにしましたけど、 E、U、A がなぜ答えじゃないのか、その根拠も紙に書いてほしいくらいですね。そのくらい突き詰めてやって、それでも成績が上がらなかったら、それは僕が責任を持って指導しましょう。でそこまでやったら絶対伸びるから。でもそこまでやっても伸びないんだったらね、もうぜひね、LINE アットマークは個別に相談してください。何らかの問題があるかもしれない。でも大抵の人は回答の根拠を紙にしっかり書いて、しかも適当に書くよりもちゃんと自分なりに考えて時間をかけてもいい。一問に1時間かけたって別に構わない、正直。でもその1時間ですごく飛躍すると思うから、この考えるっていうプロセス、それは紙に書くことで高やかされる。頭の中で考えてもね、全然ね思考は深掘りできない。紙に書くことであなたの思考力が上がっていくんです。紙に書いて考えていくこと、これをぜひねもう心してやってほしい。これをやれば成績上がるのに、これやらないんだよね。だからね、この動画見てもね、やらない人はもう落ちると思った方がいいよ。成績が上がらない人、学校の先生や親や兄弟、友達から「お前なんか大学なんか行けるはずがない」って言われて肩身の狭い思いをしてる君、あと太郎生、ぜひね LINE アットマークに登録してほしい。この LINE アットマークに登録してもらったら、今ね偏差値を最短で29から60に上げる勉強法の無料冊子をプレゼントしているわけじゃなくて、今君が悩んでる悩みにアドバイスが個別にしてあげることができます。でさらに今後、今君みたいに頑張っている人たちが集まっていくようなコミュニティも運営していこうと思ってますので、ぜひ LINE アットマークの方
登録して一緒に偏差値を上げて自信をつけましょう。